わきわきわき森の都のカプセルト兼カプセルトイ研究家のわっきーかいやまです。毎週土曜日は1週間最新ガチャガチャ、毎日やってみた、そう最新カプセルトイパトロール。毎週同じ感じですいませんね。はい、早速回していきましょう。ここからは早送り。7日目です。それでは一個一個見ていきましょう。どうぞ。1日目、小さいカプセル。株式会社レインボー、今日もキーを押し寿司、まあ、キーの部分が寿司になってるというね、バカバカしいですけどいいですね。ちなみにチェリー MX のみ対応っていう。キーの部分外せるんですかね。さあ、私のキーは、マグロです。マグロ。これ全部のキーがマグロでも面白いかもしれないですね。マグロ。キーの部分がマグロ。いや。二日目ね、こう、周りの部分をね、取っちゃいました。なんか見たかったんで。ドン。前回もやりました、ケンギルファンとパピプペンギンズ。これのね、どうしてもね、このスイートメモリーズを歌う松田聖子さんバージョンが欲しくてね。当たったんすよ。いやー、感じしよう。まあ、こちら聖子さんじゃなくてね、ビッキーっていう名前なんですけども、このね、フィギュアがね、いいですよね、ボテッとしてね。さらにね、このマイクがいいんですよ、マイクが。ねえ。サントリーの缶ビールの CM でね、ナレーションが、所ジョージさんやってましたけどね。ドンキスミベイビーと歌っていた CM を再現できるという、素晴らしいですね。3日目は緑のカプセル。クオリア果物ファッションスタンドフィギュア。これはね、すごいんですよ。もう売れ行きが。パリコードさんっていう方とコラボレーションしたフィギュア。メロンのファッションで。はぁ。クオリアさんには珍しいね、500円のカプセルトイなんですけどね。ちゃんと台座もありまして。これ俺回しに行ったら最後の一つだったな。はい。すごいね。おしゃれ。メロンちゃんです。メロンちゃん。4日目はイエローのカプセル。ブライトリンク。効果音エフェクトスタンド。スタンドだね、やっぱりね。ブライトリンクさ。ズキューン。怪獣に使うかな。ズキューンという効果音のエフェクトスタンド、ね。これを他のフィギュアと合わせて遊ぶんでしょうね。ブライトリンクさんならではのカプセルトイって感じしますね。5日目は真っ赤なカプセル。レインボー、古典的な罠。うわー、古典的な罠。これね。いやー、古典的だわ。超軽いし。カゴと、ボート紐。まあ、こういうことでしょうね。こういうことね。近寄ってきたら、引く。6日目です。IP4 株式会社ピクトグラムライト。あ、非常口がピクトグラムになってんの？はぁ。オリンピックで話題になりましたからね。後ろがちゃんとマグネットになってるんですね。はい。出ました。ぎっくり腰。お？これは？非常口ならぬぎっくり腰。7日目です。ジェイドリーム、綿菓子マスコット2。綿菓子もありますけど、やっぱこのね、綿菓子製造マシーンが欲しいですよね。あ、前回と同じ綿菓子だ。でも色違うのかな。綿菓子といいなら、このモフモフの素材でできてるあたりがいいですね。押しても潰れません。フロッキー生地でできてます。
ちなみに白、ピンク、パープル、オレンジ、水色という綿菓子。どれも美味しそうね。私、果物のバナナもいいけど、たまには、お寿司も食べたいわ。うわぁ、美味しそうな綿飴。ズキューン。綿飴食べに行ったら、捕らえられちゃったわ。私、デビューします。そのマイク、私のよ。綿飴美味しそうだなぁ。あれ一本違うの混じってます。案外、このマイクもいいかもね。腰が。はい、カゴ盛り安いよ、98円。これなんか違うな。これもなんか違うな。これは罠をかけているんでしょうか。いや、おしゃれな罠ですな。はい、取り帳。あー、ズキューン。私、バナナのたたき売りに転職しました。残り一草よ。仕留めたり。キャー。強引に、重ねてみました。なかなか芸術的。ぜひこの動画を参考に回してみてくださいね。最後のコラボレーションもありがとうございます。ご覧いただきまして。チャンネル登録よろしくお願いいたします。グッドボタンやコメント、さらには僕のガチャガチャのコレクションからこの辺見てみたいよというリクエスト、エモい昭和レトロ風ガチャガチャの情報、ご当地、オリジナルのガチャガチャの情報などなどコメント欄にてお待ちしています。そして明日ですよ。2023年の6月の25日日曜日、11時、13時、15時、17時から、仙台駅にあります、ヨドバシカメラマルチメディア仙台、ガチャガチャの漫談、豪華景品が当たる抽選会やりますので、ぜひ観覧参加無料です。お越しください。お待ちしてまーす。頑張ります。それでは、まったねー。2023年6月27日から9月の24日まで、ほぼ3ヶ月にわたりまして、仙台市内電力ビル1階のギャラリーにおきまして、ガチャガチャ今昔コレクション、入場無料でございます。仙台七夕期間中もやってますからね、ぜひご覧いただければと思います。それでは、まったね。